大学生の困りごとあるある参戦。最後に役立つ解決策もあるよ。今日は徳島文理大学で学生の困りごとを聞いてみた。その1、情報ありすぎて困るやつ。メールめんどくさーい。みんなどうしてるの？すいません、はい、メールの人生について聞いてるんですけど。24,000件も溜まってますね。どうやったら整理わかんないんですよ。いつもこうやったらできるで、こうしてこうしたらできるよ。ほんまやん、すごい。すごい、めっちゃ簡単やん。やろう。学内の友人に聞いたところ、情報の取捨選択が必要だと思う人が約9割います。そのうちの7割がいらない情報をただ受信しています。しかし情報の対処をしている人が多くありません。学生向けのクーポンなど使えればお得な情報が多くの未読メールに漏れています。まずは自分が大切な情報を見落としていないか確認し、使い方がわからない時の解決には周りに聞いたり自分に合った情報整理の方法を選択しましょう。次は困りごとじゃないけどこうなったらいいねの話。その2、セミセルフレジって知ってる？最近セルフレジ増えてきたよな。うん、初めてセミセルフレジを使ってみたんやけどめっちゃ便利だったんよ。そうなんじゃん。初めてで不安やったけどすぐに店員さんが教えてくれたけん安心して使えた。次からはスイスイ使えそう。うまいな。この間な、違うお店でセルフレジ使ってみたんやけど、どのアプリが使えるとか現金の入れる場所とかがわからんかったんよ。そうなんや。誰かに聞こうと思っても近くに店員さんおらんくてめっちゃ時間かかった。やっぱりわからんかったら誰かに聞くってめっちゃ大事やな。確かに。なけん昨日は店員さんに聞くことができてほんまによかった。最後にマジで損した困りごと、その3、サブスクでやらかした。インターネットのこんなトラブル知ってる？わあ、しまった。どうしたの？30日間無料の音楽のサブスクリプションに登録したの。30日間を過ぎる前に解約しようとしたんだけど、すっかり忘れていて翌月分の料金を支払うことになっちゃった。サブスクリプションには自動更新っていう機能があるんだ。自動更新は解約の手続きをしないと自動的に料金が支払われる機能で、利用規約をちゃんと読まないで解約を忘れると余分に料金を支払ってしまうことになるんだ。基本的にクーリングオフの対象にもならないから利用規約はきちんと読もうね。今回のまとめコーナーに入ります。今回のまとめはこの2点です。その1、デジタルネイティブの世代でも情報を整理できていないということを知る。その2、分かりにくいと思ったことは誰かに聞くことが大切。分かったつもりになって利用規約となって見落としがちですよね。そうですね。デジタルネイティブの私たちの世代だからこそしっかり気をつけていきたいですね。これからも便利なサービスが次々と出てくると思いますが、今回分かった2点に気をつけて安心安全な消費をしていきましょう。